さんよく行かれるんですか、トラックターミナル。そうですね、今日もちょっと休みだけなんですけど。どういうあれで行くんですか、トラックターミナル。どういうあれ、まあ時間がいた時にここで食べようかなみたいな感じで。泊まったりはするんですか。あ、泊まったりしますね。ここ食堂です。ここ食堂です。なんか米軍基地みたいな米軍基地もこんなの。米軍基地のなんか食堂みたいなあります施設みたいな。あ、あります、あります。フードコートがあるんですけど。あ、もう積み下ろしのなんかそういう場所が隣接してんですね。だからこういうのカーテン閉めて寝とる人は今朝仕事終わって夜からまた積み込みだから。あ、そうなんですね、はい、そこシャワー室があるんですよ。あ、そうなんですよ。シャワー浴びてご飯食べて寝るっていう人が多い。一般の乗用車も入れるんですか。あ、まあ、あれですよね、はい、一般も入ります。怒られないですよね。怒られはしないですか。はい、だから僕も行きたかったんですけど、なかなかやっぱり行ったところでっていう誰や君みたいな。そんなことないですよね。そんなことないですよ。わあ、なんかすごいな、なんかこの建物どれぐらいからあるか知ってます。いや、だいぶ前からあるんですよ、建物自体が。ちょっと11時です。おお、こういう感じ。あ、今日のっていう。今日のメニューが照り焼きハンバーグということですね。で、ご飯の量は小説で、できます。で、土曜日は日替わり定食は、提供していませんです。よく利用するんですか。そうですね、あのそれこそ若かりし頃とか。そう、前は最近行ってないですけど、前はめちゃくちゃ行ってました。美味しい、やっぱ安くて美味しいです。なんか変わったとこってあります。変わったとこ、なんかその毎日行ってるような、その毎回行ってた当時と今。ああ、全然変わってないです。そのよ、変わってないのってなんかいいっすよね。もう安くて早くて来るの早いの。でも5分ぐらい行きましたね。
作るの早いっていうのは飯ができるの早い。そうそう、なんですよ、5分ぐらいできました。味噌汁もうまい。あ、なんか温めますよね。ビズなんか朝出てくる味噌汁みたいな、なんかあっさり、なんか優しい甘めのなんか、うん、これ結構ね、まあ、結構ボリュームのあるね唐揚げなんで、そこにあのこういう朝飲みたくなるようなお味噌汁がちょうどいいバランス。うん、うまっ。うん、サクサクです。もう揚げ物に関しても注文してから入れるのかな、すごいあったかい。これサクサクっすよ ね揚げ直すっすよね。ごちそうさまでした。ここ何だ、自習室みたいな。そこは喫煙室。ああ、宿泊で泊まるかと思いますけど。いくらぐらい泊まれるんですか。いや、ちょっと宿泊は思いますけど、シャワーは多分2、300円で。おお、入れるんですか。入れるんですか。でもいいですね。あ、この仮眠室ってのは何なんですか。仮眠室は多分寝るとこですよ。あ、もう自由。でも今平成したんですか。あ、美味しかったですね。美味しいですね。もういわゆるもうあの昼飯っていうか、あのそうなんていうんですかね、もう学食みたいな。そうですね。でそんなにめちゃくちゃ高いわけでもなく、まあ、味はまあ普通で値段は安くて。確かに一番メリットって言ったら来るのが早い。確かにめちゃくちゃ早かった。やっぱり1時間だけ休憩なんでね、来て15分食べて30分、あとちょっと休憩とかしたり。もうこれはお昼と、お昼から、まあ、6 18時ぐらいまでなんですね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。